ね、補助事業はですね結構活用させていただきました。補助事業というか国の支援という考えで私たちはいるんですけれども、私たちが2000年に工事を作った時も経営革新法という法律のもとにですね、佃煮屋さんがハセプを取り入れた工事を建てるという企画を作ったんで、それは革新的だと言って補助金はいただけなかったんですけども、応援いただける金利が出て、まあ、そんな風な取り組みにきっかけにですね、私たちは海外販路を目指す時にもやはり自己資金だけでは大変厳しい状況でしたから、国の支援をいただくようになりました。そもそも始まった2006年の台湾の会、そして台湾の展示会出て、そしてその後それが2006年の6月だったんですが、2006年の10月には北京の展示会、そして翌年2007年の2月にはアメリカの展示会、5月には香港の展示会と立て続けに4件私は行きました。全て自己資金で行きました。そうしたところ経理の方からはいつになったら利益が出るんでしょうかと言われまして、そりゃそうだよなと思いました。何も右も左もわからないから、これがいるんじゃないかあれがいるんじゃないかなって思いながら、いろんな機材やパンフレットたくさんのものを作って、それで出かけていったわけですので、お金はかかりました。ですから確かにかかるわけですから、それは残念ながら3分の1ぐらいに縮小しようというふうに思っていた時にですね、私たち の, 考え方を、応援してくれる中小企業庁 の, 補助事業がありまして、これが地域資源活用促進事業というところが私たちを応援してくれました。まあ、それが私たちにとって補助金、補助事業をですね活用 しようというきっかけになりました。でそれを進めていく中で、私たちが ISO 活動をしていきますと、これもまた費用がかかるんですね。で、まあ、ISO 活動、実は私たちの会社にとってはこれは、社員教育です。中小零細企業が独自の教育プログラムを作って、それで社員さんのために毎年更新をしていってなんていうのは継続できません。しかし ISO をこちらの方を継続していくことによって、最新の情報が外部審査員からもたらされまして、そして社内では PDCA を回して改善活動が始まる。こういう活動が行われることによって社員さんの力量が上がる、まあ、こんな素晴らしい仕組みだと私は認識してます。しかし残念ながらこれも費用がかなりかかりますが、農水省の国際企画の支援の補助がありまして、こちらの方を活用させていただいて、そして ISO 22000をさらに私たちはステップアップするための FSSC 22000と取り組んだ時にも支援をいただいて、私たちはFSSC まで着手することができました。補助金で行った事業といたしましては、令和4年度の国際認証、国際的認証資格取得支援事業、こちらの方を活用させていただいております。こちらの事業においてですね、私たちはこの企画の維持継続、こちらが一番の目的となりますけれども、実はですね、この ISO を回す中で必ず内部監査というものが必要となります。内部監査というのは社内 の, 社員たちで 自部署が他部署のですね、監査を行っていった上で改善を進めていこうという取り組みになるんですが、この企画要求事項に基づいた教育も必要となってまいります。でこちらの方の費用もまた私たち中小零細企業にとっては非常に重荷となりますけれども、今回の、補助事業を活用させていただいたおかげでですね、今年、
全部で約6名の内部監査員を育成はすることができました。そして今後この試験更新審査の方にも臨んでいける環境づくりができていったわけであって、貿易の世界から見ていきましても、これから EPA がどんどんと拡大していく中で、関税はどんどん下がるんですけれども、その分規制がどんどん厳しくなってまいります。そのために全社的なですね対応ができる、そんな仕組み作りへとですね、この支援をいただいたおかげでできることができまして、私たちも大変こちらの方でさらに力量を高めることができたことに感謝したいと思っております。一番言えることは、やはり私たちの負担が軽くなるということからですね、普通でしたら半歩進むところが一歩二歩先に進むことができて、大変ありがたいなというふうに思う次第です。一方ですね、申請書の作成が非常に煩雑であったりとか、また事業が終わった後もですね、年度報告が要求されたりと、大変書類作成には手間暇がかかります。これは私にとってはもちろん大変なことには間違いないんですけれども、国が応援してくれていることをやってるんだなという、それは私たちにとっては実感が湧きます。そしてまた税金を私たちは活用させていただいている立場ですので、これは厳格にやらなくてはならない。これを思えば、税金を活用させていただくことができている組織であるということから、こういうようないろいろ厳しいですね書類の作成や報告は存在していても、私は問題ないと思っています。ですので、私たちはこの税金を活用させていただいて自分たちの事業を推進することができているんだということをですね、そういうふうにして理解していただければ、それらの苦労は伴うのは当然なことであるよというふうにして理解してもらえるんじゃないでしょうか。そんなふうに思っております。